正面背面 I-94 とは、アメリカ合衆国に入国する、外国人の出入国記録のための用紙である。米国税関、国境警備局やアメリカ合衆国市民権、移民局によって使用される。観光、短期商用目的のビザ免除プログラム、参加国市民用の I-94W と、その他ビザ保持者用の I-94 の2種類の用紙があり、 非民ビザステータスでの入国が認められているすべての外国の市民が米国に入国する際に、用紙への記入が必要であったが、2013年5月より、手続きの自動化が行われ、空路、海路での入国の場合、記入が不要になった。ビザ免除プログラム参加国の市民のうち、90日以内の滞在目的で航空機、または船で、米国に入国する非米国市民、 または、米国へ住権を持たない者は、2009年1月12日以降、米国への渡航前に、電子渡航認証システムへ入力することが、義務付けられている。航空会社や、船会社が、エスタに接続している、事前旅客情報システムを提供している場合、I、I-94W を記入する必要はないが、エスタに接続していない、あるいは陸路で入国する場合は、 従来通り、I、i-94W へ記入しなければならない。2010年7月4日以降、エスタを利用して入国する場合、i-94W への記入、提出は廃止された。米国への渡航者は、米国入国時に、空港、港で、記入済みの i-94 フォームを、米国税関、 国境警備局の職員に提示する。職員はその用紙にスタンプを押し、特定の期間、特定の非移ンステータスとして、米国入国を最終承認する。一般的なルールとして、米国永住権を持たない非米国市民が米国から出国する際は、I、I-94 フォームを提出しなければならない。これにより、その人の出国が、米国税関、 国境警備局の職員により正しく記録される。出国時に提出するのを忘れてしまった場合は、出国を証明するものを添えて郵送する必要がある。ただし、米国からカナダ、またはメキシコに出国する場合だけは、30日以内の渡航であれば、I、I-94 を提出する必要はない。非民渡航者が、 米国滞在中に I-94 フォームを紛失、または盗難にあった場合は、アシスにより代替フォームが要求される。非民渡航者は、米国滞在中に非民ビザステータスのカテゴリー変更や、アシスの I-539 フォーム記入による、非民ステータスの期間延長を申請することができる。これら申請の承認されるとアシスは、 承認通知書を発行するが、その再下部は、その非民渡航者のための新しい I-94 フォームとなっていて、その渡航者の新しいまたは延長された、非民ビザステータスやステータスの新しい承認期間が反映されている。ありがとうございます。